あ、ちょうど良さそうな。こうどうですか。お、めっちゃいい。昔はすごいキラキラ、最近は結構黒目がちでこう抜いてったり足してったりですかね。ハロー、こんにちは。今回山口さんが来てます。よろしくお願いします。 LINE 漫画で、横の白黒の漫画じゃなくて最近有名になってきている縦スクロールでフルカラーの漫画を連載していました。なんと自分の漫画を描くスタジオ、はい、全部持ってきて持ってきました。すごい、なんかスタジオは全部テーブルの上に置けるように、やっぱ縦スクロール漫画、はい、時代パイオニア全部なんか同じ大きさになってる持ち運びしやすく A4 生活でも、お家だともう一回り大きいので描いてるんですけど、あ、外で描くとき用ですね。外で漫画を描くことはよくありますか、はい、そうですね、会社のなんか休憩時間とかに持ってって書いたりとか、旅行先で持ってって書いたりとか、温泉旅行かっこいい。旅行も好きなんでちょっと譲れなくて、でも書きたいし。へえ、かっこいい持ち運び用です、はい、あの山口さんのスタジオは何が入ってますか、はい、使ってるソフトはクリップスタジオ。クリップスタジオ、はい、でそれは Mac？Mac、 この中に MacBook Air ですね。 Air ですね、はい、なるほど。 Air の13に書くためにタブレットはこれですかね。そうです、クイオンのカンバスプロ13。おお、ずっとクイオンを使ってますか。そうですね、お家にある大きいのもクイオンです。おお、クイオン、クイオン大ファンクイオン大ファンすぎてここにクイオンのシールがすごい。そう、おかげさまでお仕事ができてますよすごいね。そうです、愛を張りました。 Mac オンにするとそこは光りますよね。光ります。光るのかな。光りました。あ、光りましたこれがそのフィオンのペン、はい、上になんかついてますね蓋、ペン先を守るための。はい、そうなんですよ。持ち運ぶときにあのペン先かけちゃったらあれなんで。あ、スタンド、これはそうですね、付属でついてきたスタンド、角度をつけてやっぱ描きたいんで。自分はどういう角度の方が好きですか、はい、そうですね、高い方が好き でこれで描くんですけど、これでもなんかちょっともうちょっと姿勢良くしたいなって時はちょっと申し訳ないことに、あの漫画雑誌を1個、分厚い漫画雑誌を置いてこれ載せて書いてます。お家で使ってるのは19。そう、そうなんです。いや、じゃあもう少し大きいから、はい、同じ高さに来るよね、漫画。まあ外で完全に描くときは漫画雑誌は持っていけないんですけど。それ持ち運びやすいね。軽いですよね。これが？あ、これがこっちにあのショートカットで戻るだったり、消しゴムだったりすぐにこう切り替えられるように設定してあります。じゃあドキドキドローインで、あのスタジオを作ってもらって漫画を描く環境を見せてもらえますか？はい。レゴみたいに。それっぽくなりました。カフェで漫画家。設定完了ですか。はい。じゃあパソコンとタブレットと、はい、可愛いですね。ナンバーパッド。だいぶ安い。あれこれいくらですか。これ950円送料込みでした。いいね。じゃあこれだけでもう漫画が描けるんですよね。そうですね、はい。じゃあソフトはクリップスタジオだっけ。はい、クリップスタジオで今は何を用意してあるんですか。いつでも描けるようにレイヤー分けしたものをもうテンプレートとして保存してあって、自分ででもここをコピーして他の原稿に使うか、うん、もしくはここの今適当に作ってあるサイズの画像をサイズ変更して描き始めたりして、うん、新しく A4 サイズのカラーの絵でも描こうかなってなったら、うん、新規で作った後にこっちからこう、でもこれがこれが一番早いのかどうかちょっと分かんないんですけど、こんな感じでコピペして、あ、こっちを消してこれに描き始めるっていう。おう、で早速拡大とか、はい、あ、ショートカット0番が多分この手のひらツール、この動かせるやつ、うんうん、でここが拡大で、こっちが縮小で、5番がいつも使ってるペンとかにしてます。いつも使ってるペンはどういう、はい、どの設定ですか。今まではそのクリップスタジオでユーザーさんが投稿されてる素材とかを、無料素材とかを結構いろいろ試して使ってたんですけど、うん、最近はあの自分でカスタマイズをやっと覚えまして、このもともと入ってた G ペンを
まあ、この辺をこういじり倒したり、あ、この筆圧の具合をいじることによってちょっと G ペン2っていう自分なりの、あの多分私も同じ名前使ってる。パネル的に、はい、あの多分私逆に私レイヤーパレットは右側に、あ、本当ですか、ね、空いてたから置いてあそうですね、普通になんかざっくり、おお、キラキラ、はい、少女漫画系のラフはもうめっちゃざっくり、当たり取る時もあるんですけど今取らなかったですね。そういう気分で、あ、そうです、気分で、で、後からバランスがあれってなって。連載されてた漫画は、はい、ラフはデジタルで書いてましたか？そうですね、ネームがアナログで、で、ネームをこの中取り込ん で、ネームは結構もうざっくり本当、うんうん、なんていうんですかね、こういうこういう感じなんですけど、うんうんうん、で、これを取り込んだ時にこうやって書いてって感じで進めてます。ネームくらいはアナログで書いて、はい、クリップスタジオに入れたらその上にラフを書く感じ。そうですね、あの下書きを書かずにそのままペン入れする時もあってました。まあやっぱりデジタルだからそういうことができますね。そう、何回でもやっぱこう書いては消し書いては消しができるんで、今多分この工程踏んでるの割と私の中で珍しいっていう。今普段どっちかっていうとこうなってネームとしてなんかこんにちはみたいに書かれて、うん、手が4本とかになったこんにちはとかで書かれてるやつをもうそのまま線画の方の、嘘、そのまま、ちょっともう余裕ない時とかそうでしたね。あとはもしくは下書きまではアナログでして、で下書きを取り込んでっていうパターンもあったんですけど、うん、だいたいもうこう全然ラフにのっとってはいないんですけど大漫画は習慣でしたね。はい、習慣で書いてたんでっていうか1週間でもないですね。それより早く書いて仕上げとか、そうですね、チェックとかいろいろありますね。そうなんですよ、実質線画ペン入れにかけられる時間って1日半ぐらいで、で書かなきゃいけなかったんで、1日半、はい、取れて2日3日かなっていう感じでした。うそ。ところでもっと上に持ち上げますか、はい、漫画本はないかもしれないけど、クエアンのタブレット、箱あ、ちょうど良さそうな、ありがとうございますクエアンカンバス箱、こう、おどうですか、お、めっちゃいいありがとうございますクエアンさんに感謝。いや、すみません、お世話になってます、ほんこれ熱くならないとこが好きで、液晶タブレットって結構熱くなっちゃったりするじゃないですか。なんかフヨさんのって熱くならないとかが結構好きです。あ、いいですね、はい、暑がりなんで夏とか作業しやすいです、熱くならないと。うん、すごいね、そんなすごい軽いラフから直接線が描いてますねこれちょっとまあ線とかよれよれなとこは後でどんどん直すんですけど、なんか微調整をしつつ。あー、やっぱなんかデジタルに慣れてる方ですね。そうですねもう多分アナログだったら この速さで絶対あーね書けないなっていう感じのアナログで書くときも、はい、角度結構つけてますか？アナログで書くときは、あ、でもつけてましたね。トレース台の上に原稿を置いて書いたりしてました。トレースしなくても角度あった方が書きやすいですね。これライマンガの主人公。あ、そうですね、久々に書いた気がします結構消して書いて消して書いてをするんで、うんうん、左手デバイスがやっぱめちゃめちゃ大事になってます。うーん、戻るボタンをすごい押してると思います、多分消しゴムと戻るとあ、やっぱ少女漫画は薄い線がいいですね。あ、そうですね、ペンをあの紙と目の部分は細さ変えて書いたりします。今はちょっと一緒にしちゃったんですけど、顔の中とか輪郭以外のとこは意外とペンのサイズを変えて描いたりもします。漫画を描き始める時からデジタル使ってましたか？はい、そうです、最初漫画描こうと思ったのが小学校4年生の時に初めて漫画読んで思ったんで、うん、
全然もうデジタルを買うお金とかもなかったんで、うんうん、アナログでしたね最初は。あ、すぐ書こうって思ってすぐ紙とペン用意して書きました。なんで最初はそこから来てるんで結構アナログでしたね。中学校のでも途中からもう普通のペンタブレット、画面がついてない、はい、バンタブ、はい、そうです、そうです、板の多分ゲットして、色塗りとかはそっちでやり始めたんですけど、やっぱちょっと書きづらくて。そうね。でも液晶タブレット買ってからはもう完全にデジタルですね。そうね、やっぱ画面がついてないタブレットはちょっと慣れが必要ですね。はい。すごい、さっきすごい雑な手だったのに最初から早く書ける人でしたか？なんか連載始めてから？いやでも書くの早い方だよねとは言われてたかもしれないです。締め切りがあってもっと早く書けるようになるのかな、ね、はい、いっぱい書きたい、早く書きたいっていう次々書きたいみたいなのとか、締め切りがやっぱかなりせかされるかもしれないですね。締め切りより前に出そうって思ってたんでずっと。あ、でももうちょっとクオリティ重視でいきたいなっていうとこもあって、で来年の目標にそれはしようかなと思って、なんかこう線をもっと追求するっていうんですかね、ここだけは絶対に こだわりたいっていう部分をもうちょっと見つけていきたいかなと。まだこう新人の身なんで、こうなんて言うんですかね、線にこだわりが多分見出せてなくて、あまり独自の線っていうんですかね。でもやっぱ漫画はそういう自分の上手くなりたいっていうか、はい、自分の改造して行きたいところもいろいろありますよね。はい、フルカラーだったんであんまり線が目立たなかったっていうのもあるかもしれないです。この全然この無視されたこの線、何の意味があったんだろうここの。山口さんは結構直接メインに入る感じですかね、はい、そうだ、あ、結構集中してバーって描くんで、うん、何回も同じ絵を描くよりもその時の熱量で一回描く方が個人的には好き で、うんうん、でそっから後から見て、あ、ちょっとなんか違うなって思ったら微調整していくっていう感じですね。だいたい後から冷静になってあれなんかもうちょっと違うかなみたいなところが出てくるんで、一、うん、回もう自分の今あるこの勢いと集中力でガーって描くことの方が多いかもしれない。どういう風になんか目を描いてますか？そうですね、流行の目とか結構やっぱりあって、少女漫画だと昔はすごいキラキラ、もうすっごい細かくキラキラしてたんですね。で最近は結構黒目がちで、一部なんかザカザカキラキラっていうのが結構流行ってるのが多いみたいで、その時々の主人公の感情とかにもよって目の中ってだいぶ違くて。なるほど、はい、でも大体はこう一回ベタをガッて入れちゃって、でこっからこう抜いてって足してったりですかね。ここなんかちょっと白いとこ残したりとか、下は大体でもみんな白いのが多分多いかな。なんかペンだけど鉛筆の質感が残ってる。そうです、できるだけ、はい、なんか最近はの多分流行が本当ザクって感じの線が多いみたいなんで、研究はしてるんですけど、まあそんな感じになれたらいいなと。完成ですね、ありがとうございます。これ全部このノートパソコンと持ち運びやすそうな小さいタブレット、しかも小さいのに画面がついてる、めっちゃ便利です。あとパソコン今気づいたんですけど、その、コンセントつないでないですね。あ、そうこれ全部電池。そうですね、あの最近変えたんで電池パック、割と持つんですよね今で。安く買えるナンバーパッド1000円未満送料無料で、こっちも多分3万いかない。あ、そうなんですか、手が届きそうな値段ですね。そうですね、私書き始めた時に高いやつしかなかった。あ、そうそう、うん、最近こういう風音が、はい、おかげさまでもっと早くデジタル文化に入れます、ね、そうですね、はい。じゃあ、ありがとうございます。道具の紹介と、はい、あのいつも書いてる漫画のスタイル紹介してくれてありがとうございます。おうち環境がドキドキで できてるのが面白い。いいね、書きやすかったですこの用意していただき。山口さんの漫画読みたければ LINE 漫画と Webtoon で読めます。 Twitter のフォローお願いします。 Twitter のフォローお願いします。ホームページ頑張ってワードプレスで作ったんで、よかったら見に来てください。ブログできれば毎週のように更新しようと思ってるんで。漫画の関係以外にもそうですね、漫画の、最近出た iPad の新型 iPad のレビュー書いたりとか、そういうのもブログに
いろいろしてって、あとエッセイ漫画とかもそのうちブログにどんどん載せていけたらなと思ってるんで、よかったら遊びに来てください。お願いします。はい、お願いします。で、山口さんが他にも出てる動画はいろいろありますので、ぜひそれも見てください。あとはチャンネル登録お願いします。バイバイ、はい、私たちは手を振ってるとあのキャラクターも同じ。あ、動画